今日はこちらの、これが今 SP タイプの図なんですけども、はい、これの上のブロックですね、 ESTP と ISTP の紹介をさせていただければなと思ってます。はい、はい、アーティザンルールバリエーションロールかな、アーティザンロールバリエーション、はい、カーシー博士が具体的な功利主義者、要は、具体的な言葉を使って、はい、アクションが功利主義な人、はい、と呼ぶこれらの人々はプラトンが言う職人、はい、アリストテレスの言う快楽主義者、ガレンが言う賛義です。マイヤーズの SP 型は各特性が他の特性を必然的にもたらすようにしっかりと構成された性格を持っていますと。つまりこの自然の摂理がこのアーティサン職人や他のタイプと同様に彼らが特性を選ぶことを許容していないことを意味しますと。生まれつきっていうことなんですかね、この言葉の意味は。はい、で4つの気質をそれぞれ統一された態度と行動のパターンとして考えることは有用だが、またこの中で各気質の個々のメンバーは明らかに異なると。したがって全てのアーティザン職人は戦術的な芸術に対する才能を持っている。その中でタフマインドの SP 型はオペレーターとして指令的な役割に惹かれる一方で、フレンドリーな SP っていうのは下の方ですね、うん、顔が隠れてる、まあ、どうでもいいんですけど僕の方、はい、はエンターテイナーとして情報提供や報告の役割を果たすと。これらの2つの区分、この上下の区分ですね、は表現豊かな形や控えめな社会態度を反映するようさらに細分化できて、オペレーターはプロモーターとクラフターの役割を果たす傾向があり、エンターテイナーはパフォーマーとコンポーザーの役割を果たしますと。これが要は内向か外向かで、はい、まず ESTP か、はい、ザ・プロモーター ESTP、まあ、プロモーターというのは、まあ、発起人もしくは興行師、興行を行う人、はいはい、プロモーションは事業を前進させ、そして他の人々をこの SP 側に引き込み、その引き込んだ人たちに自信を持ってもらって、うん、提案したことに賛成してもらう芸術ですと。はい、全ての職人アーティザン SP の中でも ESTP 思考の人ですね、外交で思考の人は特にこの方法で自分たちの取り組みや広告や宣伝ができ、他の人を自分が望む方向に操ることができるようだと、うん、ある意味でこれらのプロモーターは ISTP の人は機器、機械、車両および他のツールを巧みに使うぐらいこの人たちを巧みに操ると、はい、このプロモーターの手において人々は楽器であり、彼らはそれを芸術的に演奏しているのかもしれませんと、うん、人が楽器だと、はい、プロモーターにとっては、うん、プラトンの職人とアリストテレスの快楽主義者の変種、変わり種として ESTP はほとんどの点で SP と変わらないと、うん、いや基本はもう SP っていう気質があると、はいはい、うん、全ての職人と同様に彼らはコミュニケーションが具体的でツールの使用においては実用的だと、うん、ツールっていうのは言葉ですね、はい、彼らは芸術や工芸に興味を持ち技術に夢中で機器の作業が得意だと。思考としては享楽主義的で楽観的で皮肉っぽく現時点に焦点を当てています、まあ、これまで説明してきたようなものですね、はい、で彼らは芸術的で大胆で適応力がありたいと見られることを望みます、うん、興奮しやすく直感を信じ影響を与えていたいと願い、感覚を求め寛大さを重視し巧妙さテクニックを追求します、うん、知的には物流や戦略、特に外交なんかよりも戦術を実践する傾向があって、さらにタフマインド、タフなマインドから来るもので、エンターテイナーの
情報的役割よりもより友好的で優しい性格が必要とされるエンターティナーの指令的なオペレーターの役割を果たす傾向があると、はい、そして表現力と社交性から来るもので彼らは楽器を扱うクラフターよりも事業を進めるプロモーターであることを好むと、うん、プロモーターはたくさんいる。おそらく人口の約 10% ほどがプロモーターであろうと、うん、ESTP、はい、彼らの周りの生活は決して退屈しないと、うん、基地に富み懸命で楽しく彼らは演劇的な華やかさを持って生きており、最も日常的な出来事さえもエキサイティングに感じさせる能力があると、うんうん、もう羨ましいんですよこういうのは起業家みたいで、そうですね、起業家の世界意識高い系今輝いてる、はい、輝いて輝いて見せてる、楽しんでるみたいな、はい、SNS のスターたち、はい、もちろん彼らは日常的な出来事にはあまり時間を浪費しないと。プロモーターはアクションが起こる場所を知る才能があって、彼らはいつもホットなショーやビッグゲームのチケットを持っているかのように見えると、うん、かっこそれが他の人が手に入れられない場合でも彼らは手配できることがあると、はいはい、そして彼らは通常最高のレストランを知っており、ベッドウェイターが彼らの名前を呼ぶことが期待される場所を把握している。確かに ESTP は人生の上質なものに大いに興味を持っており、最高の食べ物、最高のワイン、最高な車、ファッショナブルな服が欠かせませんと。そして他者に非常に注意を払い、社交的なサークルでスムーズに振る舞い、多くの人々の名前を知っており、出会うほとんどの人にちょうど良いことを行う方法を心得ています。確かに彼らほど社交的に、洗練された人はおらず、彼らほど優雅で磨きのかかった人もいませんと。そして彼らほど周囲の人々を巧みに操るマスターがいないんだとはいはい、羨ましいはい、すいません、ちょっと僕は、はい、老衆を学びながら、はい、老衆が身についていないので、はい、キーって指を加えるんじゃなくて、はい、もうハンカチをギューって握りし、もう噛みしめて、はいはい、睨んでいます、はい、すいません。これが生まれつきなんて、はい、不平等だと思いませんか。まあ別に思わないですけど平等聞く人を間違えましたね、はい、はい、SP 的にはまあ平等なんてありえない中でどうやって生きていくかですよね。そう、そんなことは思ったって意味がないみたいな感覚なのでもうキーですよこれは、はい、すいません、プロモーターは人との関わりが非常に深く、実際には異常なほどの共感力が見えるかもしれませんが、はい、実際はそうではないと、はい、彼らはエンパシーを使っているだけだ、はい、すいません、こんなこと書いてません、すいません、はい、むしろ彼らは人の表情を読むことや相手のボディーランゲージを観察することに驚くほど優れており、他者の態度を示す最も繊細な非言語的な合図に過敏ですと。 ESTP は常に観客の反応を見つめ、まあ、プロモーターですからね、はいはいはい、はい、同意や不同意の兆候に気を配りながら、鋼の神経、タフマインド、はい、鋼の神経でこれらの情報を利用して目指す目標を達成しようとする、はいはいはい、それは何かしらの形で観客を説得することですと、うん、このような瀬戸際で作戦を使って人を引き込むことは、他の人にとっては、はい、こんな疲れることはない、うんうん、と思えるかもしれませんが、うん、違うと、はい、プロモーターはそれに興奮している、はい、この、はいはい、こいつらをどう操るかは、はい、もう歓声とかが嬉しいんじゃないですか。もうね、疲れなんてない。僕は多分そんな、はい、
多分人をなんか神経すり減らすんですけど、僕の知ってるっていうか僕たちの師匠というか僕の師匠というかESTP の人たち、 ESTP っぽい人たちっぽくないですか、岸さん。わかります、はい、こうみんなの前でみんなを興奮させることが得意みたいな、はい、はい、でこうスピーチとかもみんなを引き込むようなスピーチして、はい、みんなに好かれるみたいな、はい、っていうこのプロモーターはそれに興奮していると、はい、実際冒険を通じて興奮を求めるというテーマは彼らの生活全体にそれが貫かれていると、はい、ここまで欠点がありませんでした、はい、欠点を変えてくれと。欠点でもあるわけですよね。でもはい、はい、では、プロモーターは非常に頑強な功利主義者であり、はい、目標達成のためには何でもやる覚悟があると、うん、はい、この功利主義の姿勢によって彼らは非常に優れたトラブルシューターや交渉役になることもできると、はい、うん、伝統や道徳的な微妙な点よりも、成果に重きを置いており、はい、危機において冷静さを保ち儀式を大切にせず行動を正当化することにはあまり悩まず、うん、即座に利用できる手段を十分に理解している。そのため ESTP は非常に迅速かつスタイリッシュに苦境に立たされた企業や部門を引き締めることのできる雇われの実行者としても非常に価値があると、うん、同様に彼らは最高な交渉者としても知られており、何でもありの手を使い交渉の相手が何を神聖視していて何に非妥協的であるっていう可能性を見極め、その戦術的な優位性を取っていく、はいはい、ここまではパーフェクトな部分しか見せてないですね、はい、プロモーターはこの ESTP は、はい、鋭い起業家であり他のどのタイプよりもうまく交渉を進め、うん、事業を立ち上げる能力があります、はい、ここからですかね、はい、ただし、通常はこの立ち上げたプロジェクトの完遂、はい、成し遂げやり遂げる、はいはい、やり遂げることや、結末、はい、っていうか後始末にはあまり忍耐心がない、はい、これが彼らの弱点を批判される一因となっていると、はい、うん、未完了の小さなことに焦点を当てることがあると。あ、なんで批判されるから、はい、こっちのなんか未完了な小さなことに目を向けてしまうことがあると、うん、彼らは、はい、未完遂、完遂する能力がないっていうことを批判されるから、はい、これは多分こっちのじゃあちっちゃな気にしないことを気にする傾向があると書いてあります。はい、はい、僕は言ってることはなんとなく今伝わってるかなって思うんですけど、今体調のやつを見てるとつながってない感じがして、まあ続けてください。つながってない感じします。はい、あ、すみません、これちょっと今訳がもしかしたら微妙なのかもしれません、はい、が、書いてあるのはあまり関心を持ってないと、完遂することや、はい、はい、でこれが彼らの弱点を批判する一因となり未完了な小さなことに焦点を当てることがある、はい、多くの企業や機関はこのアーティザンを適切に活用していないと。しかしこのタイプが独自の道を開く際には必ずしも成功するわけではない。あ、分かった。どうぞ。周りの目で、周りがそうやって見てるって話ですよね。だからアーティザンというかこの ESTP を、はい、プロモーターをうまく活用できてないみたいな、はい、読みますね、はい、彼らは独自の道を切り開く際には必ず成功するわけではないと、うん、なぜならフォロー、あ、そうかもしれない、ごめんなさいね、はい、なぜならフォローアップの詳細にこだわらない傾向があり、はい、それが本来優れたプロジェクトを失敗に導く可能性があるからです、うん、ESTP はできるだけ注意深く計画的なアシスタントが必要であり、うん、彼らの操作を
完了させる手助けをする人が必要です、うん、あ、そういうことなんですかね。僕にはこの人を、はい、ダメだよって批判しても何もうまくいかないよって話ですよね。だからこの人をうまく使いこなす、そんな能力がないんだからってことですね。サポートする人、サポートする人が必要ですよみたいな。なるほど、はい、この何でしょうね、未完了の小さなことに焦点を当てることがあるっていうのは、こう周りがじゃないですか。だから未完了の小さなことがいっぱい抱えてるんですよ、ね、この人は。はいはいはい、はい、で周りの人は、まあ、あれもできないこれもできないって未完了な小さなことに目を向けることがある、はい、てかまあ他のタイプの人はそう見るってことじゃないですか、まあ、結局はそういうこと、うん、あ、なるほどね、はい、だけどこの人をうまく活用しようとするんだったらそこに着目するよりもなんかをスタートさせるときに交渉ごとさせて未完了なことは周りがサポートした方がうまくいくみたいな、それをこの人も知っててくれるといいですね。知っててくれるといいですよね、はい、俺だけが完璧だって思われると完璧、誰が手出すかって言うじゃない、思うじゃないですか。完璧だとは思ってないと思いますよ。苦手意識はあるんじゃないかなってっていうご自覚なら僕は大丈夫です、はい、気持ちを安らかにすることができます、はいはい、すいません、でそのまま続けますね、もしもプロモーターがこの ESTP のプロモーションや起業家の能力が建設的な目線に生かされるならば、組織あるいは国は彼らの存在を頼りにすることができます、うん、ESTP は交渉力があり、セールスプロモーター、仲介者、交渉者としては他を圧倒していますと、うん、同様に彼らは大胆な弁護士、うん、積極的な実業家や不動産開発者、そして派手なショービジネスのプロデューサーとしても素晴らしいと、はい、そしてプロモーターっていうのはアメリカの中で最もカリスマ性のある政治指導者の一部を輩出してきた、うん、ESTP がですね、うん、アンドリュー・ジャクション、はい、ジャクソン、セネドア・ルーズベルト、フランクリン・ルーズベルト、ジョン・ F ・ケネディ、リンドン・ジョンソンなど、うん、一方で興奮を建設的に満たせない場合、プロモーターっていうのは詐欺師のような反社会的な活動にエネルギーを向ける可能性があります、うんうん、はいはい、プロモーターっていうのは ESTP は友達には何でもしてあげるつもりもありますが、彼らは一般的には心からのとか長期的なパートナーシップにはあまり関心を抱かず、時折家族の責任、家族に果たす責任を二の次にすることがあると。 ESTP にとって全ての関係は基本的には条件付きであり、自分の投資によって何を得られるかを見据えています。彼らにとって社交的な報酬や性的なリターンがある限り、彼らは魅力的なパートナーとなり、配偶者に対して自由に寛大に振る舞い、この関係の楽しさと驚きをもたらすことができると。ただし個人的な共感や家族へのコミットメントに関する問題に関しては、彼らはそれほど寛大ではなく、時間の経過とともにこの彼らのパートナーは、彼らの所有物、交渉可能な商品として、なんかそんなこと、そんな風に扱われてるって感じることがあると。でまた親としての ESTP はエネルギッシュで自発的であり、その特性は、子供たちと一緒だと、うん、大きな子供だと、はい、彼らは子供たちのために贅沢な誕生パーティーを計画し、最新のおもちゃや設備、まあ、おもちゃをたくさん用意すると、はい、彼らは子供たちに競技スポーツをはじめ一生懸命にプレーすることを促す、うんうん、ナイスガイは最後に終わる、まあ、そういう格言があるんですかね、うん、はい、まあ、ちょっとわかんないですけど、はい、ナイスガイは最後に終わると言います、はい、そして子供たちには興奮させる、時には危険な活動に挑戦させ、サーフィン、スキー、レース、ロッククライミングなど子供たちと一緒に参加することがありますと。
お前がしたいだけだろうって思いますけどねすいません。しかし子供たちと一緒に遊んだりエンターテイメントを提供する一方で、彼らは子供たちの弱さ、臆病さが我慢できず、はいはい、個人的なおしゃべりや静かな共有の瞬間には、頻繁にそれはやらないと、はい、魅力的で自信に満ち人気者であるこれらのタフマインドな外交的なアーティザン SP、ESTP ですねは友達や同僚と楽しいやり取りを続け、彼らの底なしの冗談、逸話、ジョークで笑いが絶えないと。同時にこれらの巧妙なオペレーターは他者にとって通常は何か謎めいた存在ですと、わけがわからない、はいはい、一瞬一瞬を大切にし全ての関係に興奮と予測不可能をもたらしながらも、実際にはほとんど誰にも本当に近づかせないと、うん、ああなるほど。彼らは不安に対する耐性が低く、なんかエニアグラムを読んでるみたいですね、はい、彼らは不安に対する耐性が低く、人間関係が対人関係の緊張で満ちている場合には関係をシャットアウト、うん、立つことがあると。プロモーターたちは最も早く進むものは一人で進むという格言をよく理解していますが、うん、彼らはさほど長く孤独を感じることはないでしょうと、うん、なぜなら彼らの大胆さと冒険心は ESTP を他の人に非常に魅力的にさせる傾向があるからですと。あ、まあ、置いてった次の先の人をもう楽しませてるってことですね。まあそういう感じじゃないですか、まあ、楽しいところにどんどん行くんじゃないですか。なんかこのエニアグラムと違うのは、はい、あ、このごめんなさい、 ESTP の話でこれね、ESTP のバージョンアップ版なんですよ、はい、カーシー博士、はいはい、どう振る舞いましょうね、はいはい、ちょっとまだ定まってないです、はいはい、これが残っていくので、はい、ちょっとどう思われました。やっぱごめん、僕先行でいいですか、はい、なんかエニアグラムとかだと、はい、完璧を目指そうとするじゃないですか。完璧を目指す統合の方向があって、はい、要は統合の方向っていうのはもう丸い人、はい、賭けがない人、はい、なのでタイプ7の人は、5を目指すといいよなんて言って、はいはい、タイプ5、なんて知を追求する人、要は何かをちゃんと最後まで、あ、そうそう、こう欠けてる部分に目を向けましょう、ね、目を向けましょうなんですけど、はい、このカーシー博士のタイプ論は、はい、そういう目的ではないんですね。こういう人ですっていう、こういう人ですっていう説明、はいはい、でなのでもしかこれを ESTP の人が見てるんだとしたら、はい、自分にも欠けた部分がある、はい、サポート役が必要、はい、っていうことと、僕からのお願いとしては、はい、そのサポート役を下には思わないでと、はい、下になんか思ってないじゃないですか。じゃあいいです。あ、そのでも能力が、俺は能力が完璧なんだっていう扱いをされると、そういう感じじゃなくて、はい、道具だと思ってる感じじゃないですか。はい、なんでそれを感じさせないでくれとこう俺が上だとかじゃないですよね。はい、っていう感じ、道具だと感じさせないでくれとはい、あ、でも感じさせない感じはするんですよ、はい、ESTP それができたのなら、はい、あ、交渉ですからね、相手の表情とかをちゃんと見てるって話で、だけど心の中では道具だと思ってるみたいな説明じゃないですか。くっそくっそがちょっと、はいはい、つきまとうんですけど、だから交渉ごとが得意って話ですよね。でも多分僕はその人の前に行くと魅了されるんでしょうね。多分すげえって、そういうタイプって感じですもんね。はい、はい。